キチャンネル。ちょ、こんにちは。さあ、ドラフト通信部、今日はヤクルト編でございます。はい、はい、ということで、うん、最下位に沈んでますけど、はい、ね、まあやっぱりピッチャーきつかったな、はい、だ言ってんの、去年の評価でもね、はい、ヤクルト、うん、評価は B プラスと、野手はいらない、ほぼ投手でいいと、うん、ね、鈴木は獲得したことで内山のコンバートもありえるかもしれないと、うん、上位投手3名が来年のヤクルトの順位を大きく変える、おはまらなかったら暗黒時代突入です。おー当たってんじゃん確かに今上位3人、うん、じゃちょっと見ていきましょう、見ていこうかね、うんうん、ドラフト1位がね、はい、竹内外して強豪でね、うん、で西舘浩太専修大学、うん、で松本健吾トヨタから、うん、で石原裕貴明治から、で鈴木京、うん、ね、とこはきく、はい、キャッチャー、うん、で伊藤、うん、内野手、はい、BC 名古屋、な、新潟からね、5人ですね、うん、っていうところで、うん、西舘、はい、1軍1回もなく、ね、2軍でも5試合登板2000発、うん、5.00、ね、西舘投手、昨年のドラフト、うん、高津監督、ヤクルトは上位3人大学社会人を連続指名したと、3球団競合の工学院竹内は外したが、外れ1位で専修大西舘を単独指名、高津監督はまさか単独で非常に嬉しい、2位でアジア大の後輩であるトヨタ自動車松本、3位で左腕の明治石原と続けた、今季は12球団ワーストの防御率 3.66、 投手力アップをと説明したと、ね、戦略通りいけましたと、ね、っていうところで、まず西舘君は1軍でいませんと、はい、ね、で、松本、いや華々しいデビューだったんですよ、うん、1勝1敗だって、あのデビュー戦が完封勝利とかだったんですよね、うんうん、5月15日ね、うん、広島戦、はい、で次の5月26日中日戦に2回3分の1、うん、4失点、はい、でその後6月7日交流戦で日本ハム戦、うん、3回3失点、うん、でそこから登板だし、はい、怪我、怪我リストに入ってないですか。でその後2軍でも11試合5先発 2.33 やから、うん、そんな投げてへんや、投げてないんです。そうなんですよね、もうちょっと投げてもいいよね、だって今別に先発足りてるわけじゃないのにね、うん、そうですね、怪我じゃなかったらね、そんな2回ダメだっただけで、うん、ノーチャンスってね、うん、で続いて石原、はい、先生おすすめの、はい、これね、明治からで先生ドラフトの時ご利用しだった、ご利用じゃん、俺石原と活躍してくると思ってたんですよ、役立たないそうで、2軍でもリリーフだよ、うん、そうなんですよ、うん、20試合登板先発0、はい、6.87、うん、ちょっとあれだね、うん、苦しいね、はい、まだデビューなしと、はい、で4位鈴木京、はい、これ1軍上がってきてたよね、もう私のご利用し、うん、はい、ね、京くん、しかも結構ヒット打ったんですよね、そう、4打数2安打、うん、はい、ね、まああの出場は2試合ね、うん、うん、でも2軍では1割5、6人だったけどまあまあまあ、1軍でなんかこう勢い言うんで、大舞台に強い、いるからね、2軍は打てへんくせに1軍に上がってきて打つやついるからね、たまに、そういうタイプかもしれない、そういうタイプかもしれないね、でも未来のキャッチャーとして、で伊藤、1軍で1試合出てるね、ダイソーかなんかなのかな、守備固めか、2軍では2割2分2厘、でも内野ももう長岡が今年ね、うん、タイトル取るかぐらいいってるし、うん、ね、まあ、宮本は外野とか守ってるけども、ね、うん、まあ、竹岡とかいたり増田ね、はい、まあ、でもここら辺勝負だね、で山田哲人もいるし、うん、まあまあまあまだね、はい、21歳、うん、まあ、ここから勝負だね、はい、うん、BC リーグ新潟からなんですね、ね、うんうん、でもちょっと上位3人きついな、ついやっぱそこがやっぱりね、来年のヤクルトを占うっていうところでやっぱりそこは結果出せてないところが今のねチームの苦しさでもあるよね、うん、この3人が1軍で全員ハマってたら全然チーム状況違うかもしれないですよね、全然、うん、違ったと思う、うん、ね、で、その前ね、はい、2022年ドラフトのヤクルトで言えば、はい、吉村、うん、西村瑠衣と、うん、沢井蓮、坂本拓海、北村慶吾、うん、っていうね、ところが、はい、育成で橋本ね、うん、吉村も、うん、もっと5勝8敗もっとな、そうですね、なんか普通の感じになってるな、ね、普通のピッチャーみたいな、うん、はい、もっといけるはずだよね、うん、なんかね、で、坂本拓海、うん、まあでも高卒だからね、
ここら辺がまあまあ二軍で8試合1先発 9.37、うん、北村二軍で2割6分8厘、澤井廉、はい、面白みはあるけどね、澤井はね、はい、パンチがある感じ で、はい、でその前が、うん、山下、丸山、柴田、小森、竹山、うん、高津監督最初のくじは当てられなかったが隅で外してね、うん、山下に左投手の野手、高校生野手、投手とバランスよく指名できた。予定通り上位3人は大学社会人、4位5位を鍛えて大きく成長させていかないといけない。勝てるチーム選手に育ってほしい、うん、誰もな、うん、ってことはこの3年結構あれですね、そうなんです、出てきてないですね、うん、まあ、吉村がね、うん、まあまあまあ、ね、来てるけども、その前が木澤山野、うん、内山、本山、並木、カテカル、うん、本山は西武に行って、うん、4安打打ってたわ、はい、まあ、木澤がね、ちょっと今年ね、パッとしないけど、まあまあね、で山野も、まあ、今年やっと先発してきてっていうね、うん、その前が奥川、吉田、杉山、大西、長岡、竹岡、うん、かっこいい頑張ってるね、はい、大西、長岡ね、うん、奥川、投げたらいいねんけどな。うん、その前清水で、その前が村上、金久保、宮本、うん、塩見、まあ、今年塩見の怪我みたいよな、うん、結局ね、その前が寺島、星、梅野、うん、5位に古賀、51年原広岡、高橋圭一、ここ近年が少ない感じですか、やっぱり。そうだね、うん、この5年ぐらい、だからやっぱ投手をどうにかしなきゃいけないって思ってんだよね、うん、思ってんだけども、ここ近年で先発がおらへんねんって、うん、もうリリーフばっかりやね、うん、清水も大西も木澤も、うん、そうやし、先発用に取ってはいるんですよね、多分先発と思って取っけど、うん、だからその19年の吉田、杉山とかな、はい、先発と思って取るんやけど、あと山下とかね、うん、山野とか、うん、ちゃんとならへんねんな、うん、先発、まあ、強いて言ったら2015年の3位の高橋奎二までおらへんで、先発になったやつ、こんなにドラフト取ってる吉村投手の前が、うん、うん、そりゃ弱いって先発、うん、でその前行くと、はい、2012年の小川、おこれで2人目やで、これで2人目やで、うん、でそのまでにリリーフも、まあ、秋吉とかね、うん、もう杉浦もうおらへんやな、うん、石山ね、うん、小川と1位2位だから、はい、でその前へ行くと先発やで、うん、今選手がちゃうで過去遡ってます今C で言ったら川島だけど、うん、まあ一瞬光っただけやからな、新人王で、そしたらもう2002年の立山になんねん、へえ、いわば2002年の立山から2012年の10年後あの小川まで、はい、先発ローテバシッとはまって長年活躍したやつゼロ人、2年間3年間とかでもいないんですか、いない、おあ2年間だからまあ中澤とか一瞬やん、一瞬ですね、赤川とか、うん、吉則、うん、加藤、増渕、高市、村中、確かになんかローテーションも持ってますっていう感じが、うん、川島、立山で2002年、うん、で2001年が石川、お1999年の藤井、うん、92年の伊藤智人さん、うん、はい、91年の石井和久さん、うん、で90年の岡林さん、うん、89年の西村さん、はい、で88年の川崎健次郎さん、で、まあ、86年内藤、ギャオス内藤さんとか、うん、で85年伊藤昭光さん、ちょっとここ近年が、いや先発取ってくるのが下手くそすぎる、うん、いないもん、そうですね、びっくりするぐらい、だってもう10年に1人じゃないですか、で2002年、うん、2012年、うん、で吉村投手が2022年、10年に1人先発ローテーション組めるやつ取ってこれへんって、はい、終わってるって赤まで、そう言われても仕方ないよね、そうです、だって苦しいわけですもんね、だって先発苦しい苦しいって言うやん、うん、はい、そりゃそうやで、
10年に1人しか先発ローテーションを長年、はい、あの務めれるやつ、うん、取れてへんねん。そうですね、そらおらんやろ、うん、でもチーム方針で、はい、なんかすぐ中継ぎに持っていきたがるっていうのもあるんですか。ないやろ、こんなに先発おらへんねんから、なんかまず中継ぎから見てみようみたいな、はい、去年の終わりも確か吉村君を救援でとか言って記事出たはずなんです、高津さん、うん、今先発やってるじゃないですか、うん、なんかみんな救援から行こうかなと思っちゃうんですよね、うん、石原君とか今救援やってるって言う出てるから、うんうん、ヤクルトの方針がちょっと分かんないですけど、うん、まず救援なの方針か、方針かな、方針なんですね、不思議なんですよ、だから石原君をリリーフやってるのも不思議なんですよね、うんうんうん、でも先発おらへんねんて、おらへんのにまず救援からっておかしいやん、うん、そうシステム、システムがそうですね、やさないのかね、うんでも10年に1人やで、うん、まあまあ、あの10年に1人ともオリンピック2回組んで、うん、吉村投手は今後長いか分かんないし、まあ、高橋奎二投手とかもいるけど、うん、けど、うん、それにしてもやっぱ少ないですね、少なすぎるよ、うん、リリーフはいるけどもうこれドラフト戦略大失敗やろこれも。でも結構1位で隅田投手とか竹内投手外してるんですね。でも、うん、まあその外すのもあれだけど、うん、逆に外して良かったパターンもあるわけ、まあ、確かに正直それはねあるあるですからね、うん、だから外さなかったらとかね、うん、っていうのはまあだって山田哲人とか外してるのね、村上もそうじゃん、うん、外してるんだからね、うん、だからそこら辺はね、それはもうそれを戦略に持っていってやらなきゃいけないから、うん、確かに先発ドラフトでとだからいつもこうね外国人先発がね、うん、必ず2人とかいますよね。そうそうそう、先発おれへんなって言うけど、うん、よくよく見たらそれおれへんよ、はい、10年に1回だもん、はい、ここら辺もっとスカウト編成はちゃんと見極めていかないと、うんうん、先発だっていうね、うん、ちょっと苦しいよね、はい、っていうところが、うん、だから今年のドラフトも一歩間違ったら C とかになっちゃうよね、うん、そうですね、うん、誰か出てきてほしいですけどね、うん、だからまあ言った通りね、この上位3人が活躍頑張れないことが、うん、やっぱりあの今年の低迷にもつながってるし、うん、やっぱドラフトで先発安定的に投げれるやつを10年に1回しか取れてないことが、うん、もう今のチームになってるよ ね、 そ, うですね、そこら辺ちょっと見直さないと、うん、ちょっとなかなか厳しいよね、はい、うんうん、でもその中でよく2連覇した高津さん手腕もあるけどね、そうですね、うん、すごいですね、そう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 、うん、確かにその時も先発ってそんなに豊富だったわけではない気がするんですよ、そう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 ね、加われば鬼に皮の棒だから、うん、そこは編成もちょっとちゃんとやっていかないと、うん、なかなか苦しいよね、うんうん、だってこのヤクルトの特この山下1位の時も石川の後継者が取れたっつってね、うん、いや石川の後継者ってレベル高いからね、石川投手は200勝だなと思ってますからね、すごいですから、まあ、ということで、はい、はい。